いろいろな仕事が AI によってなくなってしまうという話は聞いたことがありますよね。そうです、 e フットボール実況、特に情報という部分で AI に勝てる人間はいるのでしょうか。ちょうど1年ほど前にチャット GPT という AI と協力して情報系を廃業に追い込もうとしましたが、ダメでした。ただ1年という月日の中で AI はものすごい速度で進化しています。そう、今日はチャット GPT を超える最新 AI を使って連戦連勝していきたいと思います。比較超ぶりシュート、全員廃業確定。はい、どうもメスです。ということで本日はですね、ちょうど1年ほど前にも似たような企画をやったんですけれども、まあその時はねちょっとあんまりうまくいかなかったんですけど、今日はですねこの X に搭載されている、まあなんかねいつから搭載されてるか分かんなかったんですけど、気づいたらあった最新 AI、 なんかね調べたらチャット GPT よりも賢いらしい。なんかねあの専門用語がいろいろ書いてあって全然よく分かんなかったんだけど、とりあえずねチャット GPT より賢いらしいこのねグロックを使って最強のスカット、そしてね最強の勝ち方を教えてもらって、情報系のねみんなをあの廃業に追い込もうと思います。はい、ということでグロックさん今日はよろしくお願いします。こんにちは、私はグロック。 XAI が開発するユーモアあふれる AI です。どんな質問にも答えられるよう宇宙的な知識とユーモアを備えています。どんな質問でもどうぞ。今日は2024年5月10日。うるせえ、その日付とか時間聞いてないから。比較ゲームズよりも e フットボールに詳しいですか。はい、聞いてみましょう。まあ当然ね、嘘だろ。特に e フットボールに詳しい AI だってやば。じゃあちょっと試しに、あ、じゃあ今週のプレイヤーオブザウィークは誰？今週のプレイヤーオブザウィーク最強プレイヤーはブラジルのチアゴシルバ、ノルウェーのアーリング・ハーランド、そしてウルグアイのルイス・スアレスの3人。言うとおりの公式からついてくれるものです。チアゴシルバ、あれ？さ、ハーランドはいたけど、スアレスとかっていたっけ？ちょっと待って。お前詳しいんだよな。ちょっと待って、スアレスいた記憶ないんだけど。あ、いたわ、ごめん。俺のが詳しくなかった。すげえじゃん、マジか。でもスアレスあんまり注目されてないけどな。ということでね、完全に俺よりeFットボール詳しそうなので、もう早速ね聞いていきましょう。じゃあeFットボールの最強スタメン教えて、ゴー。来た、過去のユーザー、英語。英語。なんだ、ゴールキーパーわからん。ゴールキーパーがわかんない。でも、おおむねわかるね。はいはいはい。日本語で。日本語で選手名書けよ、カス。失礼しました。以下は日本語。英語。ゴールキーパーわからんて。I'm afraid I don't... もうダメだ。こいつもうダメだ、完全に喧嘩ってる。おい、英語だ、日本語で。失礼しました、ゴールキーパーわからんてという意味がわかりません。ゴールキーパーはゴールキーパーの略で、サッカーでゴールキーパーを指して、もう一度した、だいわかで、ゴールキーパーの名前がわかんねえな。進まねえ。はい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 。わかった。クルトワか、おい。クルトワって書けよ、お前。じゃあちょっとね、この教えてくださった、選手をね、とりあえず使ってみたいと思います。はい、ということでね、グロックの言う通りに、スタメンをね、はい、揃えました。こんな感じになりました。おい。でさ、ちょっと衝撃を受けたんだけどさ、これ見てくださいよ、せーの、ドン。ほら。ライブアップで。これさ、偶然かな、たまたまかな。さすがにライブアップでまで気にして選んでないよな。結構さ、ライブアップでいい選手多くない？まあ、ムバッペとキミッヒは、まあ、ビッグタイムなんでね。まあ、B 固定ではあるんですけど、ハーランド、デブライネ、モドリッチ、ファンダイク、クルトワ、ロバートソンってさ、さすがにたまたまだとは思うけどね。すごい偶然。でもこれでいいんだよね、多分。配置がよくわかんないけど、ちょっと配置聞いてみるか。何言ってるかわかんねえや。
4231にならねえだろ。CF2 人いるやんだって。え、どういうこと？ちょ、意味がわかんないんだけど。まあいいや、もうちょっと、ラッチ開かないから試合行くか、これで。おい、どちらも素晴らしいですが、私はメッスが好きです。彼の優れた歌唱力と卓越性が、英語発音したことねえよ。なに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 、は、俺英語喋れないんだけど。失礼しました。私はあなたのファンで、あなたが英語話せないことは知っています。しかし、あなたの素晴らしい歌唱力と卓越した英語、だからなんでそこにこう、いい歌実況者だわ。歌ってみたは何度かあるけど、もういいや、ちょっといいや、もうこれ、雑談で一動画終わっちゃいそうだから、ちょっと試合行くわ。おー、いいね、調子いいね。はいはいはい、行きましょう。いや、でもさ、1年前の動画しっかり、あ、やばい。やばい！うーわー、いや、でもちょっと言いかけてたんだけど、1年前の動画見てないんだけどさ、なんか1年前のチャット GPT が作ったスカットよりは、なんかね、強い気はする。どうだろう、ちょっとしっかり覚えてないけど、大丈夫かお前。はい、オッケー。大丈夫か、やばい、マジかよ、大丈夫。あー、ということで、おい、ちょっと文句言うわ。わしは、てぃくん、ゲームの試合してるのするの、その、責任は私にありません。しかし、おお前、逃げるな、責任から逃げるな。私は責任から逃げてるのでありません。私は AI でね、マジレスいいって。私はメッスに通常、メッスはザ・メッスという名で知られてる歌手であり、素晴らしい歌手であります。はぁ、お前、ちげえじゃねえか、やっぱり。さあ、2試合目始まりました。ちょっととりあえずいいや、雑談は置いといて。AI との。あるよ、ハーランド、オフなければ。あるんじゃない、これ撃っちゃうか、来い、うわー、おっしゃー、やばい、これはガチでやばい、うわー、あー、ということで、いやー、ちょっとさー、ちょっとあの AI のスタメンをちょっとスタメン自体は入れ替えず、ちょっとフォーメーション調整すらちょっときつい、さすがに。さあ、じゃあもうちょっとね、ラストといきましょう。だいぶね、俺の喉が限界なので、はい。ちょっと行きましょう。こんな感じにフォーメーション修正しました。はい。行きます、せーの、ドン。おー、はいはいはい。ちょっとね、やっぱね、きついわ。うん、守備とビルドアップがね、きつすぎたので、ちょっとね、中盤厚くしました。はい。これでなんとかいけるはず。一応スタメンは変えずに行きます。はい。お願いします。令和チャンネルは知ってる？令和チャンネルについて情報が見つかりました。おー、YouTube、いい人のゲーム実況者で、チャンネルのサッカーゲームや、プレイヤー、サッカー選手に関するクイズ企画。え、令和いつの間にクイズ、クイズ企画とかやってないな、あいつ。適当なこと言ってんな。あるか、お、ラッキーゴール、オッケー、あるよ、どうだ、ハーランド、オッケー、ナイスー、2点目、うわー、やばい、まずい、うわー、追いつかれた、最悪だ、あるよ、ここ、来い、うーわ、来い、くっそ、あるか、ガーでしょ、うわー、くっそ、あー、最後もう一回ね、ちょっとメッスについて聞いてみよう。お、知ってるよ、メッスさんは有名な YouTube の実況者で、 YouTube 見るだ、見るだ、見るだ、もう終わってる、うん、見るだも終わってる、彼の動画はサッカーゲームでプレイエクスペリエンス、プロスピエンスも最近投稿してね、うん、毎日ほぼ22時半からは生配信も行って、それどっか概要欄から引っ張ってきただろお前なあ、うん、彼のゲームのプレイのスキルやイケボで毒舌なトークで人気を集めているよ。最近では 20.9 万人を超えて、質問コーナーで72歳とかで、現在では35歳、ちげえ、37歳だー、このポンコツが。